どうもこんにちは、明神でーす。明日は土曜日ということなので、次のお仕事まで時間があるので、久しぶりにね、二郎ラーメンに行こうかなと思ってます。この前ね、 YouTube でたまたまね、二郎ラーメンの動画見とったんですよ。なんかね、久しぶりに食べたくなったんでね、二郎ラーメン食べに行こうと思います。では行ってみます。はい、家に戻ってね、着替えてきたところです。今夕方のね、5時ぐらいかな。なかなかいい夕日ですね。一回ね、過去に僕メンショーやね、行ったことあるんですよ。まあ、動画あるんですけど、そのメンショー柳で汁なしがあったんですよ。ちょっとね、僕汁なし食べたことがなかったんで、柳行ってきました。いやでもね、汁なしね、結構美味しかったですよ。ちょっとチーズのトッピングはね、失敗やったかな。チーズがね、あんまり溶けなかったんで、二郎ラーメンもね、行ってみようかな。まあそんな頻繁には行きませんけどね。まあ月1回か2回ぐらい。やっぱ二郎ラーメンって再生数取れますよね。なんか昔の企画もね、そろそろちょっとまあ、復活させようかなと思ってるんですよ。給料日ルーティン。まあまあ給料、10月からね、給料入ったら、まだ給料日ルーティン始めようと思います。今から、ランニングシューズを買いに行きたいなと思います。では、行ってきます。明神でーす。昨日ね、ランニングシューズ買った後、もうやることなかったんでね、最近ね、もうなんか1日で終わりませんね。
ね、まあ、昨日二郎ラーメン食べたじゃないですか。二郎ラーメン食べてる YouTuber の方ってさ、まあ、次の日になったらさ、もう胃がリセットされてるって結構言ってる方が多いんですよ。全然僕はリセットされてないです。なんかもうあんまり食欲がないですね。まあお昼ご飯はね、もう軽くうどんとかそういうあっさりしたものを軽く食べようかなと思うねんけど、まあ、お昼ご飯までね2時間ほど時間があるんで、軽くねウォーキングをしようかなと思います。さっき今から散歩行ってきます。はい、はい、ちょっとね今1時間ほど軽く散歩してきたところです。まあ、また間隔空けてね二郎ラーメン食べに行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。ではさよなら、バイバイ。